は決めたけどいい感じだね。ユキは心とか。俺は久喜秀夫と出てみるぜ。最近仕事仕事で溜まっているからな。ここらで我も体を動かしてリフレッシュしたいのだ。あずみと出ればいいのに。し、参加資格は25歳以下の男女だろ。あ、そっか。聞こえてますよ、井上さん。学園の生徒なら出られるんです。まあ私は雑務が多いので出られませんが。従者に頼りすぎも過保護な気がしてな。ま、安住が出られないのであればちょうどいい機会だ。ここらで男一匹どこら辺まで行けるか試してみるさ。肩の古傷は大丈夫なのですか？ひどい無理をするわけではない。案ずるな。純、お願いしますね。安心しろ、俺がついていれば大怪我させないぜ。頼みましたよ。お、大胸に乗った気でいろって。頼みましたよ。目で語るな、わかってるっての。そっちのチーム名は決まったの？皇帝たる我がいるゆえ、フラッシュエンペラーズ。なるほど、ハゲだからフラッシュと。ほら、なんかこれ悪口っぽいじゃん、秀夫。よいよい、そのうちかっこいいと皆が思うわ。本当かな。源義経は弁慶と与一どちらと出場するのだ？うん、それなんだが。少なくとも私は義経とは組まないよ。あれま、そりゃまたなんで？コンビで戦う場合、近距離スピード型の義経は遠距離射撃型の与一と相性がいいから。どうせなら義経には優勝してほしいからね。私は違うチームで出て義経の敵を倒しておくよ。気だるい弁慶がやる気ではないか。まあこの祭りには参加しないわけにはいかないし、繰り返すけどやる以上義経には勝ってほしい。あっぱれな心意気、誠の中心だぞ弁慶。しかし与一が義経と出るとは思えません。うん、確かにそこが問題だが、なんとか組んでもらう。主の命令として。頑張って義経、応援してるよ。となると弁慶は誰と出るのだ？さてどうしようかな。ま、そのうち決めるよ。ただ、さっきも言った通り、どうせなら勝ちたいからね。慎重に選ぶよ。あの、何ですか？このようなところに呼び出して。前泉さん、あなた、タクマチトーナメントの相方、決まり？いえ、今のところは。そう。だったら提案があるわ。私と組まない？一緒に優勝を目指しましょう。武蔵さんとタクですか？水上体育祭での身のこなし、さすが剣聖の娘だったわ。あのキレのある動きとプレミアムな私が組めば、うん、これはもうビクトリーロックオンよ。武蔵さんで、答えはどう？私の戦友になってくれないかしら？戦友？そう、戦友。つまりこれを機会にお友達というわけですね。まあそうなるのかしら。まゆっち来た、大チャンスだぜ。はい、言われるまでもありません。あの、まゆずみさん、私でよければ喜んで友達になりましょう。あ、いい答えね。賢明かつプレミアムな判断だわ。私はね、転入してきた久喜紋四郎に初日でやられてクラスのリーダーの座を譲ったの。でもこのままじゃ終われない。私は守りたい。ち、武蔵さん、お気持ちはわかりました。コンビ名もすでに考えてあるのよ。ザ・プレミアムズ、これしかないわ。あれ、あの嘘。アディア様、
8月2日にお休みをいただけないでしょうか。タッグマッチトーナメント出る気か、小十郎。はい、活躍を見せて我が名を高めます。誰と出る？しっかり相手は選んだのか？ステイシーさんが協力してくれると。うむ、あいつは実戦向けのタイプ、頼りになるだろう。いきなりの休暇願いを申し訳ありません。アゲア様の執事として恥ずかしくない男になりたくて。もう遅い、十分恥ずかしいわ、たわけ。アゲア様、やるからには勝ってみせよ、小十郎。はっ、気合がより入りました。必ずや。うむ。ああ、相方どうしようかな。あ、なんか騒ぎになってるけ。どいつも弱い弱い。誰かうちの相手になるやつはいねえのか。一緒にタッグマッチ出て暴れられるようなやつはよ。へえ、なかなか骨系がありそう系のやつ系じゃん。おいお前、威勢がいいじゃん。あたいとも戦ってみようぜ。いいぜ、かかってこいよ。早速行くぞ、エラ。このゴルフ護身術の防御は完璧だぜ。なんの、まだまだ、上から行くぞ、エラ。何度来ても無駄だぜ。タフさだけは認めてやるぜ。でもそんなんじゃ打つとは。合格だ、この野郎。あ、てめえ強いじゃねえか。タッグを組んでやるよ。寝言言いたいなら寝てな。くらえ、おら。燃えたぞ、しゃー、ついてどうよ。てめえ、本当に呆れたタフさだぜ。朝と食らって技をねじ込むなんてよ。へっ、タフはレスラー系の売り系だからな。まあそれなら一方的に倒されることもねえな。いいぜ、組んでやろうじゃねえか。しゃあ、よろしくだぜ、この野郎。でしょ、見ちゃいけません。やるじゃねえか、長宗我部。お前こそな、島津、俺のオイルレスリングについてくるなんて。もう十分だ、俺様はお前を認めるぞ、長宗我部。俺もだ、島津。ナルトの渦潮のように荒々しい男よ。筋肉と筋肉は惹かれ合うというが、お前とならタッグマッチも勝ち残れるな。初めて見た時から油断ならねえ筋肉してたよ、お前は。ふん、お前こそな。ところでチーム名どうする？そうだな、俺様たち二人合わせてだいたいベンチプレス400キロは上がるだろう。つまり名前は400万パワーズだ。おうよ、俺様たちを象徴するタフガイな名前だぜ。本当だね。いつか見える日も来るかもね。ありがたいことにお誘いはいっぱい来たよ。でもね、全部断った。私が組みたい人決まってるの。
直江大和くんって言ってね。今私の目の前にいる人。でも、チェイ！ごめんね、驚かせて。でも、避けれたね、やっぱり。回避能力は十分。一方的にやられることはないわけだ。言わなかったっけ？私は人生楽しみたいの。ヤマト君といると楽しいんだよ。だからまあ、勝敗は二の次。とまでは言わないけど、楽しんで一緒にトーナメント戦ってみない？マジで私とペア組みなさい！わかってるって！やったね！チーム名は知性チームとかどう？いいのいいの。むしろ油断してもらいたいじゃない？なんと見事な春画の数々。だろ？俺が選びに選んだ秘蔵のコレクションだぜ。これだけあれば俺は G には困らない。なんだったら追加報酬でまた送るぜ。ん？感謝するぞ。これで俺の童貞は安泰だ。だな。ムラムラしたらすぐ抜いちまえ。常にスッキリしてれば変な誘惑にも勝てるさ。む、まさしくその通りよ。じゃあこれらを報酬に俺に力を貸してくれるな。この八谷伊助、タッグマッチトーナメント中はお前の忍びになることを約束しよう。しゃあ、強力なペアをゲットだぜ。どこで俺のことを知ったのだ？エロの道はエロってな。お前が G だけで生きていくためにいろんなグッズ集めてる好き者だってのが俺の耳に入ったわけよ。なるほど、恥ずかしい限りだ。目標はトーナメントでの優勝だ。いいな。また無理難題をふっかけてくれる。武道家でもないお前が優勝してどうする。クキ家からの優勝商品が半端ないんだよ。あれ全部売り飛ばせばカメラを大幅に強化できるし、エログッズだってたくさん。ふん、なるほど、わかりやすい。へへへ、クレバーに勝っていこうぜ。うん、忍者の汚さを見せてやろう。チーム名は無敵童貞軍だ。こんな名前つけちまったからにはもう落ちるところまで落ちてやるぜ。まずい、とってもまずい。どうしたんだ、ミヤコ？ヤマトがツバメ先輩とタッグを組むことになった。ああ、ツバメ先輩はせっかく優勝候補だったのに、武術をしていないヤマトと組んでは力も半減だろう。勝手に自滅してくれてあたいは嬉しいけ。というふうにみんな喜んでいるみたいだな。でも、もしも優勝してしまったら、これを見て。ああ、優勝商品の目録か。温泉郷ペア旅行券。へえ、こんなのもあるんだな。これはまずい。もし二人で行かれたら、きっとルートが確定してしまう。え？ルート？何としても阻止せねば、私も大会に出る。出ると言っても、あらかたパートナー決まっているぞ。もう、ちょっと学校を歩いて探してみるよ。よいちは、ここにいないか。はぁ、あ。どうして義経と話してくれないんだ、与一。義経はタッグマッチの目玉だと自覚している。早くペアを決めないと。話は聞かせてもらった！あ、椎名宮子さん。与一と同じ天下五級が義経をサポートするよ。え、いいのか？それはとても助かるし、心強い。でも、与一は大丈夫かな？約一週間後には大会だよ。うん、そうだな。与一にこだわりすぎて、パートナーがいなくて欠席なんてことになったら、皆に申し訳ない。